リサンドロ・マルティネスは、アルゼンチン・エントレリオス州、グアレグアイ出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。アヤックス・アムステルダム所属。アルゼンチン代表。グアレグアイにあるクラブのクラブウルキサとクラブリベルタに、所属した後に、ニューウェルズ・オールド・ボーイズのユースチームに所属した。2016から17シーズンの最終戦のゴドイクルス戦で、プロデビューを果たした。 2017年8月、ディフェンサイ・フスティシアにレンタル移籍した。10月13日、サンロレンス戦で移籍後初出場を果たした。移籍してから出場3試合目の CA テンペルレー、戦で移籍後初ゴールを挙げた。2018年6月に、ディフェンサイ・フスティシアに完全移籍した。2019年5月17日、エールディビジのアヤックス・アムステルダムに移籍することで、 合意したたことが発表された5月20日にメディカルチェックが完了したことが発表され、7月1日に正式に移籍した。アヤックスとは4年契約を締結し、1年間の延長オプションも付帯している。7月1日までは正式に移籍していなかったが、6月の親善試合にアヤックスの選手として出場した。7月27日。 ヨハンクライフスハールの PSV 戦に勝利し、ヨハンクライフスハールのタイトルを獲得した。8月10日、FCMN 戦に出場し、オンオブザマッチに選出された。9月28日、FC フロー人間戦で、アヤックス遺跡後初ゴールを挙げた。U-20 アルゼンチン代表として、2017南米ユース選手権で4試合に出場した。 グループステージの U-20 ベネズエラ代表戦で出場し、決勝ラウンドでは3試合に出場し、アルゼンチンは4位となり、韓国での 2017FIFAU-20 フフワールドカップ出場計を獲得した。FIFAU-20 ワールドカップのメンバーにも選出されたが、U-20 ギニア代表戦でベンチ入りしたのみで出場はなかった。2019年3月、 アルゼンチンの A 代表に選出された。3月22日、ベネズエラ戦で A 代表初出場を果たした。2019年9月、U-23 アルゼンチン代表に初、招集された。ありがとうございます。